野球のパラダイスよ。はい、どうもポケナスです。私ポケナスがですね、今日はなかなか水割りになってしまってこんな感じなんですけども、今回はですねナスを使ってヤスの爆弾やっていきたいと思います。何が爆弾かっていうとね、フィーリングですよね。フィーリングでやっていきますんで、僕が作るヤスのリュウジのバズレシピ。はい、材料紹介いきたいと思います。なんバスです。だいたい2つで 160g ぐらいのバスです。そして豚のひき肉です。はい、なんとねこんだけです。その量は概要欄に書いてありますので、まあもうほぼ爆弾です。今回ナスの爆弾っていうのを作っていくと思うんですけども、作っていく上で何が大切かって言ったら、やっぱりこれじゃないですかね。爆弾娘が必要だと思います。今日は爆弾娘を用意してます。爆弾娘お願いします。酒が飲める酒が飲める酒が飲めるぞ。酒の姉さん小雪です。はい、お願いします。はい、ということで爆弾娘を連れてきました。お酒飲んじゃないですか。酒がないじゃないか。はい、じゃあさーい。はい、やっていきます。はい、やってます。あ、これね、すごい簡単なのよ。とりあえずヘタ取りますね。そうです。はい、安ぐらいじゃ私は微動だにしないよ。縦半。そしてこんぐらいでいいの。うん、あ、そうこんなんでいいの。そう今の説明でよくわかったなの声出てたね今。ありがとうございます。はい、じゃあこれを、じゃあ電子レンジに入れるために、はい、電子レンジに入れる容器を用意しました。そしてここにナスをナスっと入れてもらっていいですか。ナスっとね、なるほどね。あ、もう適当です。うん、ラップを切るんです。このね、ヤスをね、ホロホロするんです。へぇ、これ2分半600ワットで2分半間違いないっす。うん、間違いなっす。チュ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 で、これはね、危ないからね、うん、外側からふわっ、ね、あちはい、気をつけてください。これはですね、急いでなければこのまま冷ましてもらっていいんですけども、急いでる場合はね、ザルにね、ちょっとね、開けてね、通気性を良くして冷ますと非常にいいんで。なるほど、はい、こう言うたらもうこれで冷蔵庫の中に入れといてもいいし、触れるぐらいまで冷やします。なるほど。その後に直前までね、冷たくしててください。これナスが結構あったかいから、豚肉はね冷たい方がいいですね。なるほど。直前まで冷蔵庫に入れといてもいいですね。塩です。もうパラパラっと小さじ5分の1ぐらい。1/5で、ソーミシャンタンです。ソーミシャンタンです。はい、小さじ3分の2です。そしてですね、多めの黒胡椒と入れます。思ってる3倍入れてもらっていいですか。はい、3倍そして1回ね、豚肉練るんですよ。いきますよ。そう、握るように普通にハンバーグの感じで、これをやることによってソーミシャンタンの塩分とさっき言った塩分がこう結合してですね、粘りが出てきます。超冷めたわ。もう入れていい、もうね、僕の体温ぐらいです。はい、行きましょう。はい、体温は知らないけど、はい、これ混ぜ込んじゃう。つなぎが安なんです。うん、そんな感じ。じゃあ形の話しよう。はい、これ3等分にしてもらっていいですか。3分の1は順調な感じにしてもらっていいですか。壊れるほど愛しても、まあ大体順調な感じになりましたね。はい、OKですね。はい、で、これね、ベタベタして触りすぎちゃったから、ちょっと冷蔵庫で冷やした。はい、冷蔵庫で冷やすとね、肉汁が出にくくなる。あ、そうなんだ。ほら、ちょっと冷凍庫で5分冷やします。はい、そんなわけでですね、5分間やりましたけども、はい、今回は焼いていきます。味付けはちょっとこう鶏のスープっぽいね感じなんで、ごま油で焼いた方がね、香りが足します。大さじ1のごま油引いて、はい、ちょっとこう鳴らします。はい、鳴らします。こいつにもおーい、あー、いい音でしょ。いやー、美味しそうだね。中火よりちょっと弱いぐらいで、弱火に近い。中もあれ、火をもう3本目だよ。美味しそう。ほら、ね、いや焼き色パラダイスよ。で、これハンバーグなんで、お肉よりね、中まで火を通るのがね、結構大変なんですよ。なんで、蓋します。蒸し焼きも。はい、蒸し焼き。蓋をして、はい、弱中火で5分。うん、結構ね、分厚いハンバーグになりますので、うん、中まで火を通すためになります。じゃあ、開けてみましょう。オープン。うわ
おいしそう。で、ここで火が通ってるか分かんないじゃん。うん、見極める方法、一番大きい、あ、これかな。うん、これちょっとね、ピュッとこうフォークで刺す、フォークで刺すんですね。そうすると肉汁が出てくるじゃん、うん、これが濁ってなくて、うん、透明だったら焼けてる合図。透明です。透明ですね。さらにすります。はい、じゃあのっけていきます。いや、美味しそう。こんなソースとかもね、いらないんですよ。味がね、しっかりついてる。なるほどね。そう、茄子を最大限に楽しむ、そんな料理なんです。ニコのおしゃれな皿、軽い、あー、いいね。はい、ちょっとおしゃれ系を出して、ほら、あらあら。はい、ラスト完成です。お願いします。お願いします。はい、ハイボールです。ハイボールいただきます。です。じゃあ、ナスだけです。いただきます。ナス、ハンバーグステーキだ。ハンバーグっていうにはもう肉肉しい。噛むとジュワッってなる。肉を食べてるって感じがすごい。もちろんナスとしても美味しいんだけど、私ナス大好きだし、脂身みたいな役割果たしてて、すごい。これすごいな。うまいよね。で、黒胡椒は必須だね。で、今回ニンニクとか生姜とか入れてないから、うん、黒胡椒だけでこんなに美味しくなっちゃう。うん、ナスを使うと一体感やばくない？ちょっと、じゃあ、粒マスタードケチャップでいいって言うか、ピュッと、こんな感じですか。ちょいのせぐらいの感じです。おー、一気にビール、うまい。おいしいね。いやー、めちゃくちゃ美味しかった。今日はこんな感じだよね。最高に美味しいです、うん、絶対やった、うん、絶対じゃない。うん、3分の1は順調な感じにしてもらった。壊れるほどありしても3分の1も伝わらない。さあ、天草四郎編ね。順調な感情は回り、天草四郎編です。